じゃあこんにちは。さあ、はい、一部のマニアに大好評、年次です。好評なのかね。好評なんですよ、意外と。意外とな、はい、懐かしいと言って、はい、で今日は94年です。94年はすごい思い出深いよ、これいろんな意味で。プロ野球70年史というもので、この年の見出し、94年の見出しを 10.8 決戦と一郎旋風としているんですよね。はい、もう野球ファンの方なら、いやもう強烈だよね、はい、この年はね。やっぱりそうだったんですね。強烈だった。これあの 10.8 決戦で、もう一つ衝撃的なことが最後の方に起こる、うん、はい、さらにダメ押しの、ダメ押しの。あ、じゃあこれちょっと最後までね、見ていかないといけないですけれども、はい、これまずこの年優勝したいきますか、はい、それともこの 10.8 決戦、はい、まあちょっとそこを読み上げようか。 10.8 決戦とは何ぞやと、はいはい、10.8 決戦のあった、それはセリーグのことなんですけれども、はい、これ終盤に各チームの勝率が接近して、順位争いがプロ野球史上稀に見る混戦となった、はい、これは巨人と中日で、広島が落っこっていった、落っこっていったですよね。8月18日巨人は中日を破ってマジックナンバー25を、8月ですよ。いやそうだよ、点灯させてたんですよ。でこの時点で巨人の優勝がもう確実と。いやもう間違いないなと思ってたからね。あ、やっぱりどうなってみんな思ってたんですね、うんうん、しかしです、ここからですね、うん、中日が8月に8連敗していたので、もう高木守道さんも解任の通告を受けていた、うん、そうなんです、この時点で。しかし9月を11勝3敗、はい、で9月に4勝10敗の巨人を捉え、はい、うん、広島を優勝争いからまず脱落させます。 そして9月28日名古屋球場での中日巨人戦で、これ1回に立浪が巨人の先発桑田から放った本塁打による1点を、先発の各源氏から、うん、先発登板することもあったこの佐藤秀樹に、うん、変えたんですか、これは。そう。おお。でさらに翌日の両チーム間の試合が台風接近で中止になることを見越して、今中を抑えに投入。ホームグラウンドだからね。あ、名古屋で。ちょっと雨が降って計算が狂ったら中心できたから。はい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 。だからそういうね、戦略とか戦術とかそういうのがあったのよ、巧みに。高木守道さん。そう。ああ、コーチ陣も。ああ。これ巨人はまんまと、ここはじゃあ、わっていうやられたっていうことになりますよね。ああ。で、この9月28日、1対0で中日が勝利して、うん、巨人と同率で並ぶんですよね。並ぶんだよね。で巨人の監督の長嶋茂雄はこの10月の、8日にコメントを出すんですけれども、うん、これ28日と翌日29日も台風で中止に、そうそう、はい、なってるんですが、9月29日に中止になった中日戦をやっていたら中日の勢いから言ってやられていただろう。そうだろうな。しまさにあのハリケーンは神風だった。だから巨人にとって神風、いや神風なんだけど、はい、その前に追いつくことができたのも、はい、割と台風のおかげっていうかさ、あ、そういうことも含めてのこの意味合いだったんですかね。でさらに落合さんは後に、この時期の巨人のチーム状態について、あの時2試合とも中止になることを願っていたと。落合さん、そうだよね、まあ、そうですよね。いやそれはね、勢いがあったもん、中日が。なるほど、そうだったんですね。でその後両チームとも試合がなく迎えた9月30日、あの、まあ、リーグはこの中止になっていた中日対巨人戦を10月8日に組み込むことを含めた追加日程を発表と、うん、でその10月8日です、決戦、巨人が6対3で勝って優勝を決定。さらにですよ、解任通告を受けた高木監督について、事実上解任通告を撤回すると。いやそりゃそうでしょ。森道さんも OK といいよって、まあいいよって。いやだけどね、はい、この試合はね、うん、究極だったね。いやすごい痺れる試合だったでしょうね。それで長嶋さんがキャンプ行った時に、はい、勝つ勝つ勝つって言ったじゃない、はい、ね、それはこの 10.8 でもミーティング出発する前に、はい、勝つ勝つ勝つって出発したらしいよ。それで優勝できた、セリーグ優勝できた、まあ、それで、それで気持ちが入るというかね、はい、まあ、そういうこともあったけども、はい、長嶋さんが、まあ、例えば病気に倒れてね、で宮崎キャンプを訪れた時に、はい、キャンプ選手が集まって勝つ勝つ勝つって言ったけど、それは 10.8 からのものだったというね。あ、そうなんですね。
そうそう、まさにここがベースになってたカツカツカツなんですね。さあ、そして94年なんですけれども、はい、まあ、セリーグ優勝したのはジャイアンツです、うん、で1ゲーム差に2位のドラゴンズ、うん、でカープ、ヤクルト、阪神、横浜と続いていって、うん、パリーグは西武が優勝します、はい、強いですね。そして2位がオリックスと、近鉄が、同率で並びました、はい、で4位ダイエーホークス、5位ロッテ、6位日本ハムという順で、はい、日本シリーズは、ジャイアンツが4勝2敗で5年ぶり18回目、うん、5年ぶりだったんです ね、まあ、10.8 のこと考えるとさ、はい、日本シリーズで戦うよりも 10.8 の方がしびれただろうからね。いや、そうだと思いますよ。あ、まあ、みんなじゃあその10月の8日、うん、もうピリピリした中で、いやだってさ、うん、立浪がさ、はい、ファーストにヘッドスライディング、あのクールな男がして、はい、セーフになろうと思って必死にやった試合で脱臼しちゃったからね、はい、あれで脱臼したんですか。そうそれもよく覚えてんな。もうとにかく選手の皆さん必死だったってことですよ ね。そしてそのね、そのなんて言うんでしょう、その接戦を制したジャイアンツが日本一にも輝いた。もう勢いだよね。勢いでしょうね、はい。で、個人タイトルなんですけれども、はい、最優秀選手はセ・リーグが巨人の桑田、はい、そして、オリックスの、イチロー、パ・リーグは、はい、この2人が最優秀選手に選ばれました。イチローがすごかったもんね。最多安打も取りました、最高出塁率も取りました。いや、この年200本安打だから。あ、そうです。なんかイチローの200本安打って今やね、普通みたいになってきてますけど、この時は130試合だからね。あ、少なかったですもん、ね、いや、この時にさ、俺日本ハムにいたんだけど、はい、いや、どうやって守ろうっていう守備位置のことを話をしてたからね、選手同士で。どこにでもっちゃいます、ね、いや、だから内野安打もあるし、はい、クリーンヒットもあるし、うん、どっちを防ぎに行きゃいいんだっていや、内野安打じゃねえかっていう話をしてたらさ、簡単に抜かれるしね、前に来てたら。もう見てるんですね、守備位置を。手がつけられなかった。いや、そうだったんですね。さあ、そしてベスト9ですけれども、はい、どうですか、中日。あの、中日がやっぱ多いんですよ。いや、中日はやっぱり印象的にさ、はい、最後グーッと活躍したっていうこともあるし、はい、やっぱりいい選手もいたよね、結構。山本昌さん、大砲さん、あとパウエル。巨人はだ河合さんだけなんですよ。まあ、そうだね、はい。ピッチャーもね、桑田さん最優秀投手でも。でもピッチャーがしっかりしてたよ、やっぱ3本柱がね。あの巨人、そうですよね、うん、はい。さあ、そして、セ・リーグのベストオーダーちょっと見ていきましょう、うん、はいはい。まず最下位の横浜からなんですけれども、はい、特徴としては4番のブラックスが、35本塁打を放ち、主砲として役割を果たした、はい。さらに駒田が巨人から移籍。で、投手では2桁勝利者はいなく、抑えの佐々木の調子が悪く、代わりに森田が抑えに回った、うん、佐々木さんが調子が悪かったんですね。まあ、悪い時もあるよね。あ、ということは駒田さんが巨人に行ったってことは、豊さんこの日本ハムに行ってますね。だからイチローがすごかったっていう。分かんない。分かったんですね、そこで。で、 10.8 はテレビで見てたからね、ずっと。あ、もう釘付けで見てたよ。そっか。あ、隣のリーグのことですもんね。もうシーズンも終わってたしね。あ、そうだった。俺自身が終わってるから。ハッと笑っちゃいましたけどもね、はい。阪神行きましょう、はい。阪神のベストオーダーの特徴、オリックスから大砲の石峰を FA で獲得したものの、牝、はいはい、打線を解消せず、うん、20本塁打超えの選手も一人もいなかった。まあ、そうだね、はい。また92年から投手王国を築いたものの、2桁勝利者がいなく、新人の薮、うん、あ、薮投手が新人なんだ、はいはい。9勝で勝ち頭となった。まあ、石峰もね、ホームランバッターでパ・リーグで鳴らしたけど、はいはい、やっぱ阪神ではちょっとパッとした数字は残せなかったね。ダメだったんですね、うん。そして薮投手がまあこの年新人で入ってきて、はい、勝ち頭になったと、うん。さあ、続いてヤクルトです。ベストオーダーの特徴、はい、古田が怪我で満足に出場できなかった影響で打線は冷え込み、チームは沈んだ、うん。投手陣では岡林が11勝、中継ぎの山田が10勝を挙げるのが精一杯だった、うんうん。まあ、古田がもう攻守ともに中心人物だったからね、はい。その怪我するとやっぱりチームも、まあ、もう力的にはガーンと落ちるよねってことなんですね。92年はね、優勝したのにっていう、一つの誰かの怪我がこういう風になってしまうんですね。そうだね。広島のベストオーダーの特徴です。前田、江藤は前年に続き3番4番を務め上げた。5番には新外国人のメリーナが座ったが物足りなかった。投手では遅咲きの紀藤がエース級の働きで11年目にブレイクした。まあ、遅咲きだけど、はい、ボールには切れあったし、はい、まあ、スライダーが良かったね、すごく。あ、豊さん
さんじゃあその横浜時代に対戦した、まあ、対戦したことあるあったんですね、うん、さあここから中日ですね決戦を制した中日になるわけですけれども、はい、ベストオーダーの特徴大砲がついに開花し、はい、パウエルも長打力がアップただ5番打者不在が痛かった、うん山本昌、今中の、左ピッチャー2枚看板が頑張ったただ抑えが安定しなく不在だった、うん、まあ今中もいいピッチャーだったねあキレがあってそうですよ、ねはい、そ, そして、優勝したジャイアンツですよねオーダーちょっといきますよ1番グラッテン、2番河合、3番松井、4番落合、5番琴、6番原、7番元木、8番村田と、うんということでピッチャーもやっぱ3本柱ですね桑田斎と牧原そこに木田が入ってきたり宮本橋本水野そして抑えが石毛とそうだね、はい、まあピッチャーのチームだったねその時はまだねまだそうなんですねでも松井落合って続くとやっぱどうしても嫌だよね嫌ですねしかもあの中日から移籍した落合さんがこの年だから4番に座ったということで、うん、で松井さんは2年目、うん、で成長し3番打者に定着80年代に比べるとホームラン数は落ちているものの長打力のある選手が揃っていたそうだね、はい、安定した3本柱が投手陣を引っ張り優勝に貢献しただって 3,4 番で100本打てる2人で、うん、力のあるバッターがいるわけだからねそれ優勝しますよね、まあ、でも、うん、やっぱ長嶋さんの気というものがやっぱあったね、うん、メンタル見えないところのということですねさあそしてこの年どんなことがあったのか、はい、まず2月です、はい、海の向こうメジャーリーグ、はい、NBA のマイケル・ジョーダンがシカゴホワイトソックスとマイナー契約これはニュースになりましたよいやびっくりしたね、はいバスケットよく見てたからねこの頃あ、ユタさん見てたんですかいや見てたブルーズ大好きだったピッペンとかいたよね、はいこういうことを NBA ってやってくるんですよねやってくるしまた挑戦しようとするから面白いよねいやそうなんですよ、うん、あの多種競技ですけれどもね、うん、やっぱ身体能力が高いんだなと思ったよねあのマイケル・ジョーダンってやっぱそうですよねでマイナーだけどヒットも打ってるしねすごいですねやっぱり、うん、さあ4月7日、はい、オリックスブルーウェイブは佐藤和弘をパンチに、はい、鈴木一郎を一郎と登録名を変更することを発表、うん初めて知ったよね。そんなことできるんだと思って。あ、その時に。いや、なんかふざけたような感じじゃん。パンチとか。パンチでした、本当。パンチパンチ。あだ名じゃなかったんですね。いや、パンチパーマだからさ。パンチ。登録名が。パンチだったじゃん。パンチ、例えば、7番。パンチ佐藤。パンチ。パンチ佐藤。あ、佐藤くっつけますよね。多分ね。そうですよね。パンチだけじゃないよね。そうですよね。それで外国人みたいな、うん。まあでも、大木さんのアイデアとしたら、そういう呼び名でね。うんやっぱ全国にしようとか、はい、そういう考えもあったと思うよねそうですね、うん、そしてまさにね、イチロー選手はここから世界のイチローになっていくんですもんね、はい、で5月の11日です、はい、神宮球場でのヤクルト対巨人戦、巨人の村田が頭部に支給を受け負傷退場、うん、で7回表にはヤクルトの西村が巨人のダングラッテンに投げた内角球をめぐり両軍入り乱れての乱闘に発展これ有名ですいやこの頃ね、はい、やっぱね巨人とヤクルトっていざこざあったよね、はい、ありましたよ、うん、結構で乱闘っていうとこのなんか2チームだよ2チームだよねあれですかこれあの村田さんが頭部であなった時にちょっと歩いていってフラフラって倒れちゃ う, そ う, そ う, そうあれですよねでやっぱりこう勝てる捕手ってさ、はい、やっぱインサイドの使い方だと思うんだよね、うん、思い切って使えるかどうか、はい、それをピッチャーに妥協させない、うん、だから古田っていうのはやっぱ大したもんだなと思うのは、はいやっぱ遠慮なしにインサイドに来てたからねあそこを攻めないとって攻めないと我々のピッチャーを抑えられないっていうのをもう腹据えてやってたからさ、うん、まあその時のキャッチャーは違うけどさ、はい、だけどやっぱり厳しかったよねヤクルトの攻めもそうですよね、うん、それに怒ってたというね巨人がね、はい5月18日、福岡ドームの巨人対広島戦で巨人の先発、牧原が完全試合を達成と、うん、さらにこの試合で屋敷が9回表から、うん中堅手として出場し、うん、プロ通算1500試合出場を達成、はい、巨人はこの試合で公式戦通算7000試合ということですけど、まあ、牧原の、ねはい、完全試合、完全試合なんかこの世でできるのかなと思ったぐらい、はいまあ、難しいことだと思ってたのね、はい、俺らバッターとして、うん、だけど牧原に聞いたらやっぱこう入っていくっていうねゾーンがあるんですかねいやもうなんかこうゾーンがこう入って
行けたって言ってたね。はい、うん、完全試合、まあね、今でもね、いろんなあの VTR とかで流れますからね、この完全試合。そうそう、だから三馬がやりそうになったんだよね、キンキンでは。でもできなかった。そう、もう打たれてガッツポーズしたんだよ、槙原が。いや、やっぱそんなもんだよ、記録って。あ、正直もんだからさ、ね、完全試合って抜かれるあの記録ではないじゃない。残るは残るんですよ。残るよ。だけど、嫌なんですね、やっぱ完全試合っていうのは一番最後にやったのは槙原じゃない、はい、だからさ最後にあの名前が出てこなくなるっていう。なるほどね、うん、人柄が出ますね。人柄が出る、面白いよね。面白い。6月11日、中日の立浪が名古屋球場での巨人戦、これで失策、エラーをし、セ・リーグ記録が更新中だった二塁手の連続守備機会無失策が712で止まる。712だよ。それまでずっとエラーしてなかった。そうだよ。まあ、これは2シーズンにまたがってると思うんだけどね、はい、だけど昔の選手ってさ、そう考えると本当に上手い選手が多かった。守備の名手が、うん、でそれも土のグラウンドでしょ、はい、うん、人工芝なんていうのは横浜と後楽園、東京ドームぐらいしかなかったからね、はい、いやだから本当に上手い選手がやっぱり上手かった。立浪はやっぱ上手かったよですね、うん。そして6月29日です。オリックスのイチローが日生球場での近鉄戦で4打数4安打を打ち、打率が4割7厘に。これ60試合以上経過し、規定打席に到達した打者が打率が4割を超えたのは89年の巨人のクロマティ以来、史上5人目ということです。いや、4割打つんじゃないかと思ったぐらいだからね。あのシーズン最後までと思いますか。いや、そのぐらい打ってたから、すごい年。もう抑えられないと思ったもん。だからもうね、もう神経使うなみたいな感じだったもん、イチローには。だからまさにこの年イチロー旋風だったもん、ね、そうそうそう。はあ。さあ、そして7月1日です。近鉄の野茂英雄が西武球場での西武戦で先発し、プロ野球新記録の1試合16四死球、16個のフォアボールを与えると。そう、プロ野球史上初の先発完投した投手により毎回のフォアボール。何ですかこれ。いや、だからコントロールは悪かったんだよ。そうなんですね。どちらかで出したら、はい、もうちゃんがらになって、はあ、もう本当に立ってればフォアボールをくれるっていうような。だけど抑えるとかしっかり抑えていくというね。で、完投してんですもんね、うん、だから何球投げたんだっていう話だよね。結構投げてますね、球数これ、はい、そしたら。さあ、そして7月22日です。あ、ロッテの宇野が今季限りで現役引退する意思を表明した、まあ、同級生だからね。あの中日の宇野さん。そうそう、ヘディングの宇野そうですね、そうそうそう、ヘディングの宇野さん。7月31日、オリックスの福良が西武球場での西武戦7回裏に清原和博の飛球を落とし、二塁手としての連続守備機会無失策の日本プロ野球記録が836で止まる。だから前だろ、立浪さんしかり。そう、しかも二塁ですよね、これ福良さんも。福良って今あのオリックスの GM やってるからね。そうなんですね。いや、だからやっぱりね、こういう記録をたどっていくと、うん、昔の選手ってやっぱ内野守備でもさ、うまかったなと思うもん。やっぱミスが少なかったよね。そうですね。なんか派手なパフォーマンスもあったけれども、うん、こういう堅実さも必ずあったっていう。で、自分のこと言ったら変だけど、はい、俺も1シーズン2個日本記録だったでしょ、はい、で白井もそうなんだ、はい、日本ハムにいた、うん、これもシーズン2個で俺と同じ記録を数字を持ってて、はい、それも全部二塁手なんだ。二塁手ってだから福良もそうでしょ、はい、立浪も二塁で作ってるでしょ、うん、やっぱうまかったよね、みんな名セカンドプレイヤーが多かったってこと。名かはどうかわからないけど、はい、やっぱミスが少なかった。すごい。いや、そこがね、ちょっとなんかまた現代の野球とはちょっと違うのかなって思いますよね。で、8月10日です。オリックスのイチローが日本ハム戦1回表にまずセンター前ヒットを打ち、プロ野球新記録57試合連続出塁を達成する。いや、だからもう常にランナーにいるんだから。一塁にね、もうイライラするよ。で、走るでしょっていう。そうなんですよ。でワンヒットで帰るしね、はい、嫌ですよね。8月12日、グリーンスタジアム神戸ということは、これオリックス戦でもこれイチローではないですね、うん、オリックス対近鉄戦で近鉄がオリックスに2対3で敗れ、連勝が13で止まる。オリックスの野田が先発し、プロ野球タイ記録の1試合17奪三振、うん、へえ。ね、阪神から移籍して、あ、そうなんだ。まあフォークボールの使い手だったけど、はい、やっぱボールにも力あったしね、はい、うん、でも13連勝が止まるという。13連勝してたんですね。すごいね。すごい。
9月に入ります15日広島の北別府が現役引退を表明します。でさらに、同じ日ですね、日本ハムファイターズの監督大沢啓治の辞任が決まります。最下位だったからね、あ日本ハム、あ、うん、そ一緒に最後戦ってたんですよ、ね、おめえの力が必要なんだよとか言われて最下位、最下位すいませんすいませんもう親分力になれずいやいやいや、9月20日です。オリックスのまた一郎です、はい、グリーンスタジアム神戸でのロッテ戦の1回裏に安打、3回裏に安打、6回裏に2安打、あ、2塁打を放ち、日本プロ野球史上初のシーズン200安打を達成します。すごかったね。初だったんですね、一郎さんが。そうだよ。すごいな。いや、俺らの頭の中に200本打つなんていう考えなかったから。そっか。だいたいシーズン150本以上打つと、3割は残せるかなっていうふうな。200なんていう数字は、ま、全くあの頭になかった。いや、すごい。あ、200打つやついるんだと思って初めて気づかされた。で、こっから常連ですからね、一郎さんは200安打、すごいですよね。そして10月に入ります。10月2日です。西武対近鉄戦、これ藤井寺球場で行われ、西武が近鉄に8対2で勝利し、パリーグの優勝が達成、はい、パリーグ史上初めてリーグ5連覇、ね、西武は強い、強かったね、安定してたね、はい、ですね、うん、10月8日これそうですね、名古屋球場で中日対巨人戦行われ、巨人が6対3で勝利し、27度目のセ・リーグ優勝を達成します、ね、まさに 10.8 決戦でした ね、はい、で10月12日ダイエーは新監督に王貞治が就任すると正式に発表。びっくりした、王さんが、巨人の王さんが、はい、他のチームのユニフォーム着るんだと思って、びっくり。だって王さんで育ったですもんね、うん、でも王さんが巨人から出て他のユニフォームを着たということは、はい、これは一つ時代が変わってくるなと思った、ね、というのは、はい、その OB の人たちが、はい、それ大体こう監督やってるんだよね、はい、そのチームの、うん、でも王さんが動いたっていうことは、うん、これは動きはどん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 流れは変わってくるだろうなっていうふうなを感じた。活発化するだろうな、王さんが動いたことによってね。そうですよね。だからそういう意味ではすごい決断だったと思うよ、王さんは。だからここで本当王さんが好きな巨人ファン、大根の巨人ファンたちがこう一気に大英の方に、いやいや、俺は反対の意見の方が多かったと思うよ、ファンの間では。ああ、だって巨人の王が他のところの、まさかユニフォーム着るなんて思ってなかったような時代だ。で今王さんね、うん、ソフトバンクの会長だもんね。会長ですもんね。そっか。そう、11月4日です。日本ハムの高木豊、はい、今季限りで現役引退表明。これですね、これですね。いや、まさにもう一つのあれはね、大きなこと。いや、いつ考えてたんですか。いや、もう夏ぐらいから考えてて、で大沢さんがああいう言葉をね、おめえの力が必要なんだよって言って、うん、結果最下位になる、はい、あ、もうこれはもう責任を取るべきだなと思って、うん、まあ引退しようと。そうなんですね。そしたら野村さんがヤクルトから、うん、あの人を介して、はい、それを後輩の大野っていうやつから、はい、に電話をかけさせて、うん、お前まだやる気ないんかっていう打診があったんだけど、ね、はい、でもその電話のやり取りの中で、うん、豊さんやんないですよね、もうやんないですよねって、後輩後輩がそれ、後輩は1軍半の選手だったんだよ、はい、あ、来ても俺が入ると1枠減るから、もうやんないでしょ豊さん、もう引退でしょって、もうやる気ないですよねみたいな。やだやだ、怖い。まあまあそういう話もあったんだよ。でもまあ一回ね、うん、この時代っていうのはやめるっていう発表してそれを撤回するっていうことがなかなか許されない時代だったから、もしこれあの引退表明の前に野村さんからその話が来てたら言ってたかもしれない。やっぱ野村さんとは一回野球をやってみたいなとは思ってたから。あ、そうだったんですね。あ、野村さんからそんな話もいた、あった、あった、ヤクルトに来たかもしれなかった、ね、まあ縁があったかもね、ね、そして11月15日今度は巨人の篠塚が今季限りで現役引退表明と。だから共に戦った、まあ、北別府さんがね、はい、引退表明したり宇野が引退したりだとか、はい、篠塚さんとかね、うん、なんかこの時にババッと辞めるね、寂しくなったね、時代だったんですね、うん、でこの年のオフ
フです、12月です、はい、FA 活発に行われます。オリックスから FA 宣言した山中が阪神に入団、うん、さらに広島から FA 宣言した川口、さらにヤクルトから FA 宣言した広沢が巨人、うん、西武から FA 宣言した工藤がダイエーと、まあ、そうだね、うん、だからあの93年かな、はい、FA を導入し始めてから、はい、その93年はそんなに動きはなかったんだけど、うん、もう様子見でさ、誰も行かないんだ、どうなるんだ、FA したらどうなるんだみたいな、はい、そんな流れからこの年になってくると、はい、こう動きが活発になってきて、はい、なんか FA で動く選手がこれからたくさん出てくるというね、もうそれが当たり前に今みたいになっていく、うん、そういう節目の年だったね、だったんですね、はいはい、というわけで94年を振り返りました。はい。